気合い。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア、始めていきます。こんばんは。ちゃんとお留守番しててくれた。すごいわ。お、一気に上がりましたね。大成功ね。すみません、おっさん、キュー、すごくいいね。さあ、プレゼントをいただきます。スタミナ回復台ですか。あとはいろいろシンボルとかキララポイントとかやってますね。このプラスは何だろうと思ったら お金か。とはいえ10連ガチャをいつも会社で、無料10連ガチャをですね、まだ夜もお手伝い頑張ります。やってくれてます。クリスマスのイベントになります。いつも会社に泊まってると思われるんだよね。エトワリアブラッククリスマス、さすがに2日に1回は帰るよ。こちらを、始めていきます。今ですね、寝室で無理やり起こします。そうするといろいろミッションを達成できるんで。ありがとうございます。さすがですね。そうするとキララポイントが1000貯まりました。このキララポイントを達成するといろんなことが。私は矢上子。ゲームのキャラクターデザインをやってるんだ。ってなんだ。トレーニングするにもキララポイントいりますからね。こんばんは。そろそろガンダムくるくるかしら。この辺の特別とか素材集めとか、キララポイントはいくらあっても必要です。必要ってなんだ。限界突破を行いましょう。できれば星5が欲しいいな。星5の限界突破はできないのか。お、知能いいですね。知能の限界突破を行います。大人に近づいた気がします。そんな感じですね。あとはカオス先生の限界突破をどんどんやっていきましょう。おっと、ミッション達成ってやってますね。なんかいろいろミッションが。私の時代が来ちゃったかも。達成できてます。進化できんのかな、これって。無理か、まだ。クエストやっていきましょう。ブラッククリスマス、シナリオクエスト。あと今日が16日なので、16日だよな。12月16日はあと9日です。9日ってクリスマスの日までですね。で、今8章までやってますので、9章を進めていきます。赤ですね。このままいきましょう。そうすると赤、炎の赤って炎のことですが、炎の属性を。すごいな、武器60ってどんだけ強いんだ。こりゃまたきつそうなのだ。よし、オッケー。えい、やめろやめろ、気が散る。よし、あ、倒せなかった。
OK、これでいけます。まだまだあの9章だと楽ですねと思ったら、なんと、いや、こっちかな。いや、さっき倒せたからな。相性もあるけど。みんな気をつけて。これでどうだ。おっと、これでいけそう。おっと、雪だるま、黒雪だるまですね。お、ボスを倒した。さらに桜トリックのこのキャラクター、ゆうちゃん、ひどい、ゆうちゃん。あーっと、ゆりが、えい、本気でぶった、あれだ、親にもぶたれたことないのにっていう。全体攻撃できればいいんだけどな。おっと、大悟さん、気合いだ、本気でぶった、えい、もうちょっと、あ、これで倒せるでしょう。気合いだ、わーい、やったね、クリアです。今ランク43になりました。おっと、ひずめが、アニマエルのひずめが、お気に入りのアニマエルで、お気に入りのひずめが、一番お気に入りはこてつですけどね。視聴開始。ガッホフィン、いいですね。あれ、偽ひずめ、別に違和感ないけどな、いつものひずめだけど。はい、はい、もしかして、そうでしょうか、もしかして、嬉しいです、よかったら、ん、はい、なかなか、はいって、それならおっと、意味が、間違いない、あの、ごめんなさい、そう、このひずめ、いつもこういう無表情なんですよね。でもチラをやるときはこういう笑顔なんです。戻った、コインを獲得してるな。そういえば、あの、オープニングで、オープニングじゃない、エンディングで、なんかマリオが、スーパーマリオのマリオがブロックを叩くようなシーンを、そのひずめがやっているっていう感じですけど、そこのコインっていう感じですね。マリオなんです、ひずめは。黒歴史攻撃、爆乳姫子、ルキですね。おお、都市帯ですね。でかい、おまでか。え？暗黒大将軍、これなんだろう、エンジンが、はあ、誰？わかる、わかる、全く賛成だ。嫌いでしょうね。おや？よし。
いろんなキャラクターが登場しますね、キララの。ここの豪華さ。ドーナツもいいけど、クリスマスといえばやっぱケーキかしら。ケーキです。ケーキなんですよね。ドーナツはね、最近食べないな。そう、なんかな、グリッドマンの。あの子みたいだな。おや？なるほど。そうね。あ、そうなんだ。どうして？あ。これは切ない、ルキー。でも、そうだね。それなら。さあ、結束です。おそらく、そうね。いやっていうのがなんか目立ちますね。さすが爆乳姫子先生、名前がすごいよね。落ち込んでる暇はないわよ。夢も希望も。すみません、ありがとうです。助かりました。またお願いします。さあ、どんどんいただきましょう。クエスト続きです。混んでる暇はない。シュン、これがトラウマなんだよな。ハンカカはニューゲームか。え、でもいいですね、この笑顔。守りたい、この笑顔。そうだ。小さくて可愛くてしっかりしてる子。そんな子が甘い言葉に言って、そっち考えちゃダメ、うん、と妄想している。シュン。ガールズラブだったっけな。ハリネズミ最近多いよな、うん、ハリネズミカフェなんかも出てますね。そう、トールがハリネズミみたいな感じ。さあ、続きを急ぎましょう。ちゃんと胸を張って、意味深ですね。さあ、どんどん行ってメインストーリーを終わらせて収集クエストに行きたいと思います。そうね、自分の周りにしか遠隔攻撃ができない。そう、それなら。はあ、いや、おっと、雪だるま。雪だるま可愛いですね。それなら、
そう。あ。あ、ありが。そう。うん。ひふみいいですね。胸を張ってみよう。私にはない存在感。あったっけ。何があるとは言いませんが。落ち込んでる暇はないわよ。さあ、まだバトルがないです。ストーリーモードがどんどん続きます。おっと、よかった。すごい絵を描いて白くしたんだ。じゃあ、そうね。ねえねえ、え、よし、え、筆を使う。筆か。あのさ、そうね。雪まみれカオスちゃん、想像するだけご褒美ですよね。お、これは？それなら、よし。おお。もいいけど、クリスマスといえばやっぱケーキかしら。さあ、久しぶりのストーリーモードです。炎属性の下活躍しますね。この人は、ああ、いいですね。行きましょう。すごいな。うん、さあ、対決ですかね。かなり強敵になると思われます。一丁やりますか。日は8000ってあるんだ。じゃあし、残念、こっちでした。いくよ。こうかな。OK。さあ、行きましょう。そして、戦いは何も、一緒にやろうよ。せーの、射程。ゆずこ、はい、一体だけか。まず一体倒しました。相性では防御力も働くんですよね。いかに相性が大事かっていうのは分かります。さあ、どんどん書いてます。厄介なストーリーだな。そうよね。うん、さあ、ルキ。弱そう。
優しいな。でもまさか利益書。うん、ドーナツもいいけど、クリスマスといえばやっぱ、ここで属性変わりますね。エネミータイプが土なので、今度は風が活躍する番です。でも風そんなに強くないんだよな。これがどう響いてくるか。数風青バレいますね。行きましょう。さあ行くぞ。これはケーラ隊の仕事だ。これなら逮捕する。意外とダメージ与えられてない。私も体を張らないと。いや、間違えた？そんな、いや、そんなことないですね。防御はされてる、できてるんで。さあ、まずは一面突破です。さあ、ここで使っちゃいます。これ重要ですね。まあ、ダメージをなるべく落としときたいっていうのはありますよね。おー、すごい。いやいや、さあディフェンダーがアップ。ワーと狙われることで他の人のダメージを減らせるっていうメリットあります。さあ、これで一体になった。先生、おっと、倒したのか。すごいな、鈴風青葉。勝利のポーズ。で、こうかな。ドーナツもいいけど、クリスマスといえば。私を見ても、あ、消えたと思ったらワープした。確か記憶、お、ティーズラブ。でも、うん、おお。どうしたんだろう。さあ、大詰めですかね、きっと。ドーナツも。さあ、炎に変更して、行きましょう。よーい、スタート。おっと、
よし、頑張ります。すごい強い。これは一体ずつ倒しといた方がいいですね。クリティカル決めちゃって行くよ。やっちゃいますよ。まず一体倒しました。全然ダメージ与えられてないですね。これはいけるんじゃないかな。よし、やっちゃいますよ。いくよ。さあ、これはもう交代しましょう。させましょう。そしてじゃあ、すごい炎、連続攻撃。まあ倒せてない。さあどんどん炎が突き刺さる。これ倒したかな。やりました。結構もらえてますね、絵の具を。チェックメイト。パンパン。うん。おや。お。でも。修正機。うん。お？あ。おお。これでもう終わりが近いかな。落ち込んでる暇はない。あと2章かな。しょんぼりしてます。よし。ゆのちゃん、ルキ。おお、そう。クリスマスの日が誕生日だったっけ、ルキって。泣いてます。でも、それなら踏みもいいですよね。ゆのちか。うん、ありがとう。あ、いいな。おや？ちょ。おー、すごい絵が描き下ろしなんだろうな。え？これすごい一枚絵だな。綺麗。プレゼント。あー、夜か。わー、泣いてる。ちょっと。あセクシー雪だるま。さあ、これでシナリオクエストクリアです。以下は収集クエストですね。さらに、超強敵クエストもみんなが頑張ってるから解放されたみたいです。ちょっと困ってひとまず収集クエストをやっていきましょう。
すごいね、150個ももらえるんだ。みんなでクリスマスパーティーしたいな。きっと楽しいよね。さすが超、強敵は後回し。まずはあの簡単なところから順々にですね。頑張る。さあスタミナを回復させます。風属性です。さあ愛媛みかんさんと、揃ってますね。いか、ココアさん、準備はいいですね。ココアの行きますよ。キャラクターを使います。私についてこい。さあ雪だるま、早くも雪だるま来た。まず一面をクリア。いける。そこで。やったな。全然ダメージは食らいません。そこで。さあこれで。集中しろ。行きましょう。私に力を貸して。あ、ちのちゃん、もし捕まっちゃったらこんなことに。ちのちゃんは私の妹だよ。お姉ちゃんに任せなさい。すごいことになった。はい、これで簡単にとどめを刺しました。さすがです。スタミナ回復もありますね。みんなが頑張ってるから。どんどん続きいきましょう。とエネミータイプが変わりまして、また炎になります。考えてみればこれって炎とあれをセットをか、あのその図を変えればよかったんだ。さあ行ってみましょう。平沢ゆいです。もうちょっとあったんですけどね。いくよー。 OK。 いいで。ちょっといくよー。負けないぜ。えい。こうかな。 OK。さあ3人とも。さあゆい、すごいなこれ。はい、アメちゃん。
さらに頑張るぞいと、すごい一発の重み、これも倒しました。勝利のポーズってこうかな。あの中級ですね、これからは。さて、おまかせ編成で炎にして、炎じゃないや、ただしここを変えたいと思います。超えなくなりましたね。さらに行きましょう。さあ行くぞ。私についてこい。いきなりチェンジします。後で話を聞いてやる。おお、いきなり決めました。ちょっとここで使うのはもったいなかったかな。ちょっとそこで、さあ青、スーカーで青。